ちのお戻りだよ。英雄は今ここにいる全ての人々だ。共に町を守り、平和を取り戻そう。魔物が現れたって連絡が来たぞ。行こう、団長殿。さすがに魔物を相手取れるのは私たちだけだ。よし、宝人はこれで完成ですね。悪くない。そなたの魔力はアイルスト王家の中でもなかなかに強いもののようだ。だがこれまでそなたの血族により形作られた我の器は古い器に残る魔力を利用していた。その魔力なき今、そなたへの負担は相応のものになろう。父王コノールの占領を償うのは息子たる私の役目。それに何よりこの私の力を侮らないでいただこう。我が地、我が魔力をもって古き契約を今果たさん。見てください、お城の屋上が光ってます。セルエル様だ。スカーサハと共に儀式に入られたのだろう。魔物にあの儀式を邪魔させるわけにはいかないな。限りはあるはずだ。その時までこらえねば。町の逆側は大丈夫でしょうか。そちらはヘレス様がこの得体を向かわせてくれた。我々はこちらに集中を。あれは現れたか。しかし十分高いところを飛んでるな。あれじゃ弓も魔法も届かないじゃねえか。奴は何を狙っている。まさかセレール様とスカーサハの儀式を狙っているのか。本当です。まっすぐに会議所へ向かっていきます。いけない、何としても止めなくては。
儀式の間、二人は無防備だ。そこをどけ。スカジ、すでに儀式を始めたこのタイミングで姿を現すとは。いや、今だからこそだ。おそらく奴は未だ存在が不安定なのだ。元は我の感情と魔力のかけらだからな。故に今まさに形作らんとされている器をスカジも狙っているのだろう。なるほど。スカーサハ様の器ならスカジにとっても扱いやすいということですか。儀式に集中せよ、セルエル。今さらジンの発動を止めることはできん。そうですね、頼みましたよ姉上、団長さん、ノイシュ。追いつけん。ここは私たちに任せ、あなた方は先へ進みなさい。ヘルエスさん、よく狙え。元より足止め、ひるまず続けなさい。急ごう、稼げる時間は限られている。セルエル様、スカーサー。じゃないですよね、スカーサハちゃん。近づいてはいけません。え？儀式の途中、スカジが現れ、法人に干渉した結果、今、その器の中には、スカーサハ様とスカジ、その両方が入っているのです。セルネル様！大事ありません。魔力に干渉された衝撃が少し残っているだけのこと、私のことよりも。しっかりして、スカーサーちゃん。
オイラたちの声は届かないってのかよ。切り離さなければ自分でいられないほどの怒り、それがスカシですからね。一つの器に宿ったことでスカーサー様の心はスカジに蝕まれてしまっているのでしょう。そんな、戦いましょう。ノイジュさん、あの竜はスカーサーちゃんでもあるんですよ。だからこそだ、彼女はこの町を、そこに住む人々を愛してくれた。その町と人を彼女の手で傷つけさせるわけにはいかない。確かにノイジュの言う通りですね。この儀式、命に変えても成功させてみせます。